海と日本プロジェクト in 静岡県推進リーダーの加穂です。七海です。今日の話題はこちらです。早速ご覧ください。ダイバーたちによる地元の海を守るための活動が沼津市で行われました。この活動は平沢マリンセンターがパリアジアパシフィックジャパンと共に主催したもので、県内外から50人のダイバーたちが集まりました。ダイビングエリアの、環境美化と保全、そして、地域貢献が目的です。ダイバーたちが次々と海の中に潜っていきます。海きれいなイメージだったんですけど、意外とゴミあってびっくりしました。釣り竿多かったです。鉄の棒とかそういうのが多かった。この日海の中から拾い上げたゴミはおよそ100キロになりました。生活ゴミが結構多いなって思ったのが印象的で、缶だったりとか、釣りのものもそうだし、瓶とかビール の袋とか、意識をすればちょっとずつ変わればいいなというふうに思ってます。もっとこういう活動が普及していったり、ダイブが増えてもっとこういう人口が増えていけるような、ダイビングシーンを増やしていきたいですね。いつまでも綺麗な海を守るため、これからも定期的に清掃活動を続けていくそうです。いかがでしたか？一生懸命取り組んでいましたね。他にも海と日本プロジェクト公式 YouTube チャンネルでいろいろな動画を配信中です。ぜひご覧ください。海と日本。